渋野日向子、パッティングを盗みたい。夕闇の必死の夏視線が鈴木愛を KO。 春の高知決戦、中止となった国内女子ツアー明治安田生命レディス横浜タイヤゴルフトーナメント、大会の模様を放送するはずだったテレビ東京が特別番組を組み、解説の岡本綾子とともに鈴木愛がスタジオで思いを語った。昨年2019年の大会で念願の地元四国での優勝を果たした鈴木、2015-18年と2回プレーオフに進みながらも惜敗を喫しており、是が非でも欲しいタイトルだった。最終日は15番でスネークラインのロングパットを沈めて首位をがっちりキープ。そこで2位に3打差をつけると、その後も危なげなくスコアをまとめ逃げ切った。その最終日に一緒に回っていたのは渋野日向子。それまで全然知らなかったと、渋野との初めてのラウンドで思ったのは、前半はトップにも立っていましたし、思い切りのいい選手だと思ったが第一印象。ところが前日に2人はある場所で出会っていた。すっごい視線を感じるなと思ったら凝視されていました、笑い。2日目終了時、夕方の練習グリーン、夕闇の中でいつものバッティング練習を行っていた鈴木が後ろから感じた視線は渋野のものだった。バッティングを盗みたいと語っていた渋野が鈴木の練習を見続けていた。そんな2人が最後まで争った賞金女王の座。同じように昨年の最終戦では、やはり暗闇でバッティング練習を繰り返した2人、先輩鈴木に挑む後輩渋野という構図の始まりはこのコーチから始まっていた。2020年3月15日日放送の同番組第2弾に出演する川本結衣、勝みなみ、古江彩から黄金プラチナ世代の選手が持つ鈴木のイメージは、ゴルフに一途でずっと練習しているかっこいい強い選手、芯がある選手。今では鈴木の代名詞練習の虫という言葉は渋野を含め後輩の目からも一目置かれる存在だ。放送の中では、私は SNS とかもしないのでと私生活のイメージが湧かない鈴木。岡本から観光地とか行かないのと振られると、シーズン中は遊びに行かないですし、家にいる時はゴロゴロしています、かっこ笑いと知られざる一面を明かした。未だ不透明なツアー開幕、参戦予定だった海外女子メジャー ANA インスピレーションも延期が発表されるなど、大幅なスケジュール変更を余儀なくされている。2年連続女王へ、そしてこちらも開催が不透明な東京五輪の出場権獲得に向けて、鈴木の1年が間もなく始まることになる。ゴルフ情報アルバ .net。みんなの声、渋野日向子さんのまだ無名に近い頃の様子がわかります。何でも吸収してやろうととても研究熱心でした。鈴木愛さんの実力と練習への熱意を尊敬しているからこその熱視線でした。でも練習見学を知らなかったのでしょう。正気であれば業師にそれほどびっくりしなかったでしょう。鈴木さん驚きました。2人はそれからずっと賞金女王を競ってきました。渋野さんの能力を認めないわけにはいけなかったと思います。またメンタルですが、うまくいかないとき鈴木さんは露骨に嫌な顔をするときがあります。これは感情が自然で悪くないです。渋野さんはというとクラブで地面を叩いたりすることがあったようです。鈴木さんのように顔だけにしていただきたいです。自分の大切な道具を粗末に扱うのは恥ずかしいです。テニスの大坂なおみ選手や錦織圭選手もラケットに八つ当たりすることがありますが、情けないです。人間として信頼できなくなります。渋野さんと鈴木さんはお互い仲が悪いように言われていますが、そんなことはないと思います。スリーツアーズでも助け合って仲良くプレーしていました。今年の都内のピンの新製品発表会でも和気あいあいで盛り上げていました。2人で切磋琢磨して海外に通用する選手になっていただきたいです。渋野さんには
今シーズン安定して勝利し、賞金女王を取っていただきたいです。早く平穏にツアーが開幕してくれることを願っています。怪我のないよう頑張ってください。いつも応援しています。番組見ました。もともと愛ちゃん好きですが、もっと好きになりましたよ。素敵な女性だと思いました。ストイックで練習の虫で、ファンサービスも素晴らしい。別の番組で、愛ちゃん大好きな女の子出てましたが、女の子とのやりとりが微笑ましくてほっこりしました。まだ25歳なことにびっくり。食事も自炊で自己管理してるみたいだしすごいです。やっぱり、愛ちゃんは、プレーをしている方がいいようだな。岡本、不動の後を走れる逸材であるが、誤解されている面もあるので、今回の出演は良かったように思います。昨シーズンは、渋野フィーバーで敵役のようなそんな立ち位置を強いられた感のある鈴木だが、練習熱心で人間性も超一流と感じた。早く彼女たちのプレーが見たいので、新型肺炎の早期収束を願う。鈴木愛プロの解説は理解しやすかった。声のトーンも落ち着きがあって、さすがという感じ。岡本綾子さんとの掛け合いも楽しかった。選手たちのプレーが見られないのは残念だけど、今回のような特番はありがたい。数年前、鈴木愛はプロアマなんかで一緒に回った人たちに、君の良さは僕が分かってると思わせるような不思議な魅力を持っている選手って記事を見たことがあります。岡本プロや樋口プロも愛ちゃん大好きだし、彼女の周りにいる人たちはみんな彼女をリスペクトしてますね。私も全くその通りで、渋子も畑岡さんも応援してるけど、やっぱり愛ちゃんが一番気になる。ルックスやトークじゃないんだな。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。皆様のお力が大きな支えです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。